そのゴミ箱探してって。3人とも違うかじゃん。休館ですよね。取れなくはないです。2日ですごい患者さん変わって、お菓子いっぱい。ここにもないな。あ、休憩終わった。うん、なんかね、レベターのアンプルが1本足りないんだって。そう、使ったやつ午前中に1本使ったみたい。そう、主任さん外のゴミ箱まで探しに行っちゃった。私たちナースステーションのゴミ箱探してって。うん、ごめんね。うん、一緒にお願いします。あ、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。今日の計画表はあった。私は今日日勤で入院係か。3人か、頑張らないと。1人目が慶生で、2人目が純内で、3人目がうろ。3人とも違うかじゃん。しかも今日慶生っておペビだった気がする。うわ、絶対先生に連絡つながんないやつだ。終わるかな。今日退院した604の患者さん本当に優しい人だったな。奥さん帰り際にお菓子まで持ってきてくれて、後で名前書いとかないと。あれ、こっちにもお菓子置いてある。甘いお菓子もいっぱいだし、こっちおせんべいかな。お菓子いっぱい。あー、忙しい。ん？あ、これから休館来るの？30分後？こんな忙しいのにね。誰か取れるかな。うん、あ、気質呼ばれてるんだ。うんうん、分かった。うん、お願いします。はい。あ、主任さんお疲れ様です。あ、休館ですか。私入院一応全員回り終わったんですけど、あとちょっと点滴のこととか先生にお願いしないといけないのと、あと書類の確認とかでまださばききれてはないです。はい、すいません。あ、休館ですよね。取れなくはないです。はい、30分後に外来。はい、ストレッチャーでお迎え。はいはい、でも折り返し。はい、わかりました。外来で。はい、あ、ナースコール。はい、どうされました。はい、わかりました、お伺いします、お待ちください。よいしょ。あ、今出るの早かった。そう、なんかさ、ナースコールが鳴る前のさ、カチッっていう音わかる？そうそうそう、なんかその機械みたいな音、カチッっていうやつ。あ、やっぱわかる？なんかそれが鳴るとさ、あ、ナースコール鳴るなってなんか気配を感じ取っちゃうんだよね。どっちのチームのかなみたいな。そうそう。あー、2日ぶりの病棟か。よし、テンカルで情報収集しよっと。あれ、ここは観察室、患者さん変わってる。ここの陰圧室も埋まってるし、え、ここの4人部屋もなんか患者さんの名前違うな。この6人部屋も埋まってるし、この2日ですごい患者さん変わってる。急いで情報収集しないと。ん？市長さんが呼んでた？手が空いたら来てって。なんだろう、面談の時期もまだだし。怖い。うん、わかった、後で行くね。うん、ありがとう。私は6度4分です。はい、インフルエンザの時期だから毎朝検温するの忘れないようにしないと。そうだ、この時期だから患者さんみんな検温しないと。自分で測れる人には測ってもらっといて。体温計の数足りるかな。来月のシフトそろそろ出てないかな。そろそろ予定も立てたいし。あ、あった。あ、これ来月のシフトじゃん、出てる。私は1、2、3、4、6回も夜勤あるじゃん、大変。あ、うん、お疲れ。来月のやつ出てる。うん、ここ3連休あるじゃん。希望出した？出してないの。なんでだろうね。あ、先輩お疲れ様です。これですか、出来たてほやほやの来月のシフトです。最初見ます。はいはい、どうぞ。はい。あー、歴史を急がないと午後の点滴準備間に合わない。あ、この人点滴増えたんだっけ。
でももう点滴4本回してるし、鉄剤の点滴もあるし、脂肪の点滴もあるし、この前抗生剤も増えたばっかりだよね。終わんない。この人血管細いから点滴すぐ止まっちゃうしな。先生にルート増やしてもらった方がいいかな。あー、今日は全然コールが鳴り止まない日だ。また鳴ってる、出ないと。あ、これ向こうのチームのコールだ。出ちゃった。はい、通されました。はい、